檜山はハスキーかポメかな。まあ正直檜山ほど心が読みづらい人って会ったことがないよ。本日冒頭から超クライマックスです。覚悟してご覧いただきたいなと思います。こんにちは、今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はグソガキユイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのは檜山隆臣本編ストーリーです。情報屋レベルのリーダーで檜山不動産の社長でもある彼が薬物事件に巻き込まれてしまい、共同捜査をしていきます。ヒロインが殺人未遂の濡れ衣を着せられ、黒幕候補のイヴァン・ナザーロビチ・ヌレーフに銃口を向けられているところから、救世主は一体誰なのか。続きをご覧ください。どうぞ。まさかあなたに取引相手を殺されるとは思いませんでした。イヴァンさんは躊躇なく私に歩み寄る。そのまま銃口を向ける。ほんと敵か味方か全然読めないね。いつもと同じ穏やかな笑顔のまま、不気味な感じだけど。待って、落ち着け。震えてる場合じゃない。突然の遺体発見、拳銃による脅し。まあ普通に考えたら冷静にいられないよね。ご遺体からゆっくり手を離すと、べっとりと血がついている。殺してません、私は。しかし、手が真っ赤です。これは？ひとまず、こちらへ。エレベーターから降りてください。話を聞く気がない。片手で握りしめていたスマホが電話の着信を告げる。フロアまで来たらスピーカーにして出てください。スマホを確認すると、表示されていた名前は大谷ハトリ、救世主か。ハトリさん。スマホは片手で持ったまま画面をこちらに向けて、もう片方の手はまっすぐ上に。妙な動きを見せたらわかりますね。はい。イヴァンさんの銃はサイレンサーがついていない。なら簡単に発砲はできないはず。この辺の冷静な判断すごいね。それ以上は考えている暇などなかった。さあこちらへ。ただでさえ着信音で焦りそうだもんね。私は片手を上げてゆっくり立ち上がる。恐る恐る足を踏み出すと、血だまりに靴が滑った。気をつけてください。ドア付近で肘を打った私をイヴァンさんが支えるように引き寄せる。ほんと敵か味方かって感じだな。エレベーターホールに足を踏み出した途端、扉が自動で閉まり、下へ参ります。今だ。瞬間渾身の力で体をひねり、同時にスマホの通話アイコンをタップする。閉じかけたエレベーターに滑り込もうとしたところで、肩が後ろに引っ張られた。しまった、バック紐をつかまれ。一瞬何が起きたかわからなかった。耳をつんざくような発砲音、そして手の内に残る粉々になったスマートフォンの残骸。まあ、命を狙う気はなかったけど、外部に自由に連絡されたら困るっていう状況か。サイレンサーなしで躊躇なく発砲って、いやそれどころじゃない。掴まれたバッグごとエレベーターから押し出すように手放し、イヴァンさんに押し付ける。貴重品とか大丈夫でしょうか。まあそれよりも命か。くっ、なんとか逃げ切れるかな。わずかに互いの距離が空いて、エレベーターのドアはそこでかろうじて閉まってくれた。階段で追いかけられないかな。おしゃれなブランドショップが軒を連ねる道半ば。見知らぬ人とすれ違うたび、警戒心で鼓動が早まる。もう誰が敵かわかんないもんね。ようやくバーを出られたと思ったのに、行く先々主要な交差点や通りに出る道には必ず外国人らしき男か不審な車が待ち構えている。ロシアンマフィアが関わっているかもって話だもんね。厚労省、警視庁、付近の派出所、
おそらくどこに繋がる道も同じだ。スマホがない状態では童貞の確認もままならず、ようやく見つけた公衆電話には怪しげな男がピタリとついていた。現金持ち歩いてんのかな。全員がイバンさんの関係者とは限らないけど、確かめるのはリスクが高すぎる。まあそのイバンさん側ともう片方いそうな感じもするけどね。さっきの話だとクライアントが殺されたって言ってたもんね。スマホが破壊されたのにバッグごと手放したのは失敗だった。考えろ。イバンさんは私に取引相手を殺されるとはと言っていた。そうだね。どんな形にせよ銃を携帯しての取引は絶対に非合法なものだ。もしイバンさんが海外の非合法組織に絡んでいたとして、目の前を空車表示のタクシーが通り過ぎる。スマホを手に持ったまま歩く女子高生らしき子とすれ違う。タクシーに乗るか誰かにスマホを借りて。いやダメだ、海外マフィア相手に一般人は絶対巻き込みたくない。まあ現金持ち歩いてないとしてもタクシーに乗って行った先で知り合いの元に行けばお金はどうにかなるからね。バーで檜山さんとイバンさんが鉢合わせていませんように。そこで人の心配。死体が見つかれば関さんが私の足を追ってくれるはず。それに思考を一通り巡らせてから目的を持って歩き出す。通話アイコンをタップしたのとスマホが撃たれたタイミングはほぼ同じだけど、彼なら何か気づいてくれるんじゃ。信じましょう。それにレベルが使うバーからあの会社までの道なら監視の目をかいくぐり歩いてたどり着けそうな距離だ。さあどうなる。やっと見えてきた。歩いて向かった先は H&O ホールディングス、羽鳥さんの会社ね。日も沈み、キラキラと明かりの灯る正面玄関に向かい歩いて行く。あれ？あの人って。ふと正面玄関から見知った背格好の人物が出てきた。ここで檜山さん。やっぱり檜山さん、よかった無事で。その直後、正面玄関へと黒塗りの高級車が横付けされた。後部座席から降りてきたのは、ああここでイバンさん。嘘、どうしてここに。堂々と現れたイバンさんに慌てて建物の陰へと逃げ込む。え？なんで檜山さん、イバンさんを招くような仕草をして。二人はビルの軒先で平然と会話を交わし始めたように見える。ほんと味方か敵か全然読めないね。どういうこと？まあ、取引っぽいけど。何を話しているのかはわからない。そのぐらいの距離感ってことね。けれど二人はそれこそ雑談でもするように穏やかに会話を続けているように見える。駆け引きがそこにあるのかもしれないしね。何にしても見る限り檜山さんが危害を加えられそうな様子はない。とはいえね、さっき銃で撃った直後のこの冷静さだもんね。怖さはあるよね。万一態度が急変したとしても、ここは羽鳥さんの会社の前だし、私が出ていくことで檜山さんの立場が逆に悪くなる可能性も考えられる。でもね、レベルがいつも使ってるバー、むしろね、檜山さんが買い取ったバーで起こった事件がさっきのだったから、どうなんでしょうね。でもイバンさんがここに来たってことは、でも殺されたって言ったってことは、イバンさんが殺人を犯したわけではないってことだよね。どんな理由にせよ、もう近辺に私の逃げ場はないと考えるべきだ。何の会話？情報が欲しい。今の状況を誰かに伝えたい。なんとかどうにかして誰かと安全にコンタクトを取る方法は。あ、無意識に指先で触れていたのはカンパニュラのバレッタ、檜山さんにもらったものだよね。檜山さんの故郷でこのバレッタを受け取った。あの故郷へはいくらなんでも遠すぎるけれど、そういえば檜山グループで秘書業をさせてもらった時、建設中のホテルの予定地を知った。そのホテルにどんな意味があるのか、私はバレッタを受け取った時に聞いた。これがどう繋がっていくんでしょうね。回想シーン。
進行中のホテル建設の土地についてだが、そこが俺の生まれた場所だ。例の蔵があった場所でもある。閉じ込められていた蔵ね。時代の流れで人のいなくなっていたそこを生産のつもりで買い取った。檜山さん、生まれた地という意味では実際の故郷はあちらなのかもしれないが、それでも今日改めて実感した。俺にとっての故郷はやはりこの場所だ。育ちの故郷を優先してるって話だったけれども、あの建設中のホテルは確かここからそう遠くない場所にあったはず。正面玄関へと歩を進めるスーツ姿の女性が目に留まる。コンビニの袋を手に持って社員証を避けて歩いていて、迷ってる場合じゃない。私は唇を引き結び、髪を留めていたバレッタを外した。あの、H&O ホールディングスの社員の方ですか？え？あ、はい、そうですけど。これ、落とし物です。大谷社長に届けてください。お願いします。え、何考えてるんでしょうね。え？社長って？渡せば必ずわかります。お願いします。恐る恐る受け取ってくれた女性に、深々と頭を下げる。まだわかんないね、どういう意図があるのか。正面玄関から女性が入った時、檜山さんとすれ違えば気づいてくれるかもしれない。うん。彼の目に止まらなかったとしても、羽鳥さんの手に渡れば檜山さんに連絡を。まあ何かあったってことは伝わるね。女性が手にバレッタを持ったまま二人の横を通り過ぎる。檜山さんもイバンさんも特に反応したようには見えない。ごめんなさい。手放したくなんてなかった。この先何があったとしても、バレッタだけはずっとずっと大切にしたかった。でも今はイバンさんの車に檜山さんが乗り込む。車はそのまま走り出し見えなくなって、けれどすぐ違う黒塗りの車が横付けされたのを見逃さなかった。当然私が助けを求めそうな場所は全部押さえてるってことだよね。うん、追い込まれてますね。カンパネラの花言葉は感謝と。他にどんな意味があるのか聞いておけばよかった。後々明かされるんでしょうね。あえて調べないでおきましょう。どうして急にそう思ったのかはわからないけれど、きっと気づいてくれる。まあイバンさんの目にも止まってそうで、ちょっと怖さはあるけどね。行くべき場所はあそこしかない。スマホもなく向かうの結構難しいと思うけど。羽鳥さんの会社に背を向け、私は再び歩き出した。無事につけるんですかね。結構難易度高いと思うよ。ついだ。すごいね。 GPS も頼らず、交番も頼らず、ここまでやってきました。閑静な住宅街を少し入ったところにある広大な建設中のホテル。ここが檜山さんの生家で、例の蔵があった。工事現場の囲いに体を預け、半ば倒れ込むように手をつく。結構歩いたんじゃない？周囲に人通りはなく、明かりもない作りかけのビルはシンと静まり返っていた。かつては名家のお屋敷だったなんて言われないと絶対にわからないよね。切れた息を整えながら、今は面影のない檜山さんの成果を眺める。カンパニラのバレッタをもらった日に彼から聞いた秘密。この場所の意味は本当に檜山さんに近しい人しか知らないはず。バレッタを託したことで何か気づいてくれれば。そんな一か八かの賭けだった。うん、結構すごい賭けだけど。だから好き見せるなって言ったんだけど。誰でしょう。突然背後から肩をつかまれ、焦って飛び起く。レベルメンバーかな。誰？はあ、少しは落ち着いたらどう？ここで服部さんか。別に取ってくいやしないから。早速服部節。服部さん。驚いて抵抗をやめると、服部さんはギビスを返して歩き出す。
後を追うと彼のものらしき車が止まっていた。パトカーではなさそうだね。どうして？檜山が住所を送りつけてきたから見に来ただけ。まあ味方なんですよね。まあその話も檜山さんから聞いていましたし。メッセージに気づいてくれたんだ。檜山さんは今どこにいるんですか？私見たんです。服部さんの会社の前で檜山さんがイバンさんの車に乗り込んで。檜山を気にしてぐんぐん泣くのも結構だけど。わあ。服部さんは後部座席のドアを開けるとそこに私を押し込んだ。まあここも去った方がいい場所なんでしょうね。とりあえず一旦寝て。いきなり背もたれ倒さないでください。話の優先順位おかしいって自覚ないでしょ。まずは檜山云々よりもマフィアに追われてる自分の安全じゃない？あとは遺体見た話とかいろいろあるもんね。イバンさんはやっぱり海外マフィアの一員なんですか？あいつの一族のオリガルヒは祖父が冤罪で逮捕されて一気に没落した。まあロシアの元財閥だって話ですよね。え？今も表向きは一企業の顔してるけど裏の顔は実質ロシアンマフィアみたいなもの。みたいなものっていうのが引っかかる言い方だけど、何の思い入れも感じさせないまま淡々と言葉が続く。じゃあ服部さんはそれも分かった上でイバンさんを S として。 S 情報提供者ね。好奇心が満たされたならさっさと休んでくれる？まともな思考力が回復しないと話にならないから。バサリと頭から毛布のようなものをかけられる。あれ？この香り知っている。花のような甘く優しい香り。そのブランケット、あいつが少し前に投げてきたばっかりのほやほやだから。檜山さん、孤軍奮闘したご褒美に横流ししてあげる。服部さんの声を意識の遠くで聞きながら、猛烈な安堵感の中落ちてくるまぶたに抗えず、そのまま眠りに落ちちゃうってやつ。私はほとんど気を失うように眠りに落ちてしまった。まあでも相当疲れたでしょうね。歩き回って緊張感もあったでしょうし。そしてクソガキ。あ、彼の姿を見た途端涙がこぼれそうになる。夢の中の描写ですかね。檜山さんよかった、無事で。背景が何もないもんね。もっと近づきたい、話がしたい。俺はいい。え？それなのに声が出ない。走っても走っても檜山さんが遠くなる。俺はいいんだ。また一人で背負おうとしてるんですかね。いいって何が？お前が。待ってください、どうして離れていくんですか、檜山さん。必死に言葉を聞き取ろうとするのにそれさえも闇に紛れて消えていく。お前が何を伝えようとしているんですか、檜山さん。檜山さん。飛び起きた瞬間跳ねた手足がガタガタと周囲にぶつかる。うわ、車の後部座席？マトリちゃん、寝相も寝言も立派だね。まあ檜山さんの香りがするブランケットをかぶっていたせいもあるかもしれないけどね。え？あ、そうだ、私昨日工事現場に服部さんが迎えに来て、それで助けてもらいましたね。窓の外を見るとうっすら空が白んでいて、ちょうど夜が明ける頃なんだと分かった。失礼しました。おはようございます。
はい、おはよう。あれ？何の夢見ていたっけ？確か檜山さんがいて、詳しく思い出せないな。運転席の服部さんはスマホで何かを熱心に打ち込んでいる。誰かと連絡を取っているんだろうか。あ、車止まってる。まあそうだよね、スマホいじってんだからね。ここって厚労省。先輩方に今すぐ状況を伝えないと。誰もいないよ。え？後部座席のドアを開け飛び出そうとした私を服部さんが冷めた目で制す。それはもちろんまだ登庁していない時刻だとは思いますが、すぐに連絡を取って。まあ自分のスマホはないからね。マトリちゃんのお仲間は誰もいないし連絡もつかない。何を言ってるんですか。そんなはずは。昨日何があったの。情報が欲しいなら知りたい方から手の内を明かすのが筋でしょう。まあ情報整理しましょう。流行る気持ちを抑えてできる限り冷静に昨日からの出来事を話す。というわけで、あの工事現場で服部さんに拾っていただき今に至ります。なるほどね。私が話を終えると服部さんは独り言のように相槌を打って胸ポケットからタバコを出した。じゃあお疲れマトリちゃん。はい。お仲間さんが戻るまで君は厚労省で待機してて。え？お偉いさんには話しとくからおとなしく守られとくこと。まあこれはヒロインを思って言ってくれているんでしょうね。嫌です。嫌って？マフィアに追われている女が何を言ってるんだか。こんな何もわからない状況でただうなずくことなんてできません。まあ何もわからない状況でマフィアに追われてる方が怖いとも思うけどね。檜山さんはどこですか。どうして先輩方や関さんに連絡が取れないんですか。自分の心配よりも檜山さんの心配なんだね。疑問が解決できれば待機でも何でもします。子供のわがままと同じだね。交渉にもならない。要するに今すぐ会える場所に檜山さんがいないということですか。マトリの先輩方にも何かが起きて。なーにその解釈。だって変じゃないですか。レベルがいつも通っていたバーで起きたイヴァンさんの豹変殺人。まあ、ましてやそのバーもね、檜山さんがもう買い取った状態なのにね。それから数時間と経たないうちに行われた檜山さんとの接触。この二つの出来事が偶然なんて都合が良すぎる。何らかの関連があると考えた方が自然じゃ？あ、恐ろしい可能性に思い当たって息を呑む。どうした？もしかして私がイヴァンさんやマフィアに追われているのではなく、私は彼らが檜山さんに接触するための出しにされたんじゃないですか？ああ、確かに。そう考えると、そう捉えられる節も多々あるよね。結局は人質になってしまっていたということか。まあもともとそういう話もあっただけにね、堂々巡りと言いますか、各キャラの意図がまだまだ見えてこないところですし、いろいろと気になるところではありますが、今回はここまでにしておきましょうか。いやー、今回は特に濃かったね。服部さんは少なくとも味方のはずだけど、ヒロインたちとはまた違った形で今回の事件にアプローチしていそうだし、服部さんから話が聞ければより確信に迫っていきそうだけれど、そう簡単には語ってくれないかもね。檜山さんは今頃どう過ごしているのか、彼の無事を祈りつつ、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解いていく乙女ゲーム実況をさせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。
いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。